ボイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも。今回は神奈川県鎌倉市由比ヶ浜までやってきました。後ろがまさに由比ヶ浜なんですけれども、ここから少し、陸側に入るとですね、地元の方にご紹介していただきました、つけ麺屋さんがあるということで、早速そちらに向かいます。お店の名前が麺屋奈美さん、初訪問です。ご覧ください。大盛りの太麺でお願いします。それから中辛で少し頼みなきゃな。はい、中辛お願いします。チーズお願いします。
はい、というわけでいただいてきましたウェーブさんカレーつけ麺、そしてカレー茶漬けでした。こちらのお店はですね、実は以前から、何人かの方にご紹介いただいてまして、もう数年前ですね、初めは、北鎌倉のお店を回っている時に、偶然お会いした視聴者の方からですねお勧めいただいていたのも記憶にありましたし、またラーメン屋のね他の店の店主さんからもお勧めあったりということで、何人かのお口から、お勧めいただいていたウェーブさん、今回初訪問できました。そして美味しかったです。見た通り、とろみがある、ちょっと重厚な感じのカレーのつけだれスープなんですが、そこにさらにモッツァレラチーズをトッピングということで、さらにとろみが増したタレにつけてね、でこの太麺のこうみずみずしいもちっとした食感の麺がまたあって美味しかったです。そして味の細かいことね、美味しさは動画内でも書きましたが、ここはさらにロケーションもすごく良いですよね。もう由比ヶ浜から歩いてすぐの場所ですし、海辺ならではという感じの外観ですし、さらにその通りの並びにもね、素敵なお店が並んでますので、まあお近くの方はもちろんねご存知なんでしょうけども、少し足を伸ばしてこの湘南地域由比ヶ浜近辺いらっしゃる方も、このねウェーブさん行かれてみるといいんじゃないでしょうか。はい、というわけでした。初訪問のウェーブさん、美味しい一杯でした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。